ではです、ね、ウィーン体制ということでナポレオンのの世界はどううなっていたのかというところを見ていきますここはですねやっぱり各国の思惑がです、ね、入り乱れていて登場する人も多いしですね、えー、非常に複雑なんですけれどもここをちゃんと理解するとその後の時代が見えてきますんでね。 しっかりと整理をして地図とかですね合わせながら確認をしていきましょうそれではまず最初ですけれどもウィーン体制まあ今も言いましたけれどもナポレオンの戦後処理、ね、ナポレオンがいなくなった後の世の中をどうしていくのかなっていう会議ですちなみにヨーロッパ中のですね君主みんな集まったっていうんですけど唯一呼ばれなかったのはオスマン帝国異教徒ね 本当でしたらね、ヨーロッパにも大きな影響力があったわけですけれども、オスマン帝国はちょっと別よということでですね、排除されてますね。はい、議長を担ったのは、この時代を代表する偉大な政治家、メッテルニヒ、オーストリアの外相、外務大臣から、後に首相になる人物ですね、はいまあ。しかしながらですね、先ほど申し上げたとおり、ヨーロッパ中の代表者が集まったということで、 意見がもう出過ぎちゃってですねとてもじゃないけどまとまらないとこれこの会議を比喩、まあ、風刺した有名な絵があってですねこれ大好きな絵なんですけれどもね、えー、非常にバカにしてんなという絵ですけれどもね「会議は踊るされど進まず」というですね、えー、各国のお代表者が集まったりするとですね えー、夕方には晩餐会がお食事会が開かれてですねその後はダンス社交ダンスですねがパーティーが開かれると。で昼間の重要な会議は大した成果がなくてですね毎晩ね パーティーやってダンスしてんじゃないかという風刺ですねまあ、実際そのようになってですねまあ、1年ほど空転しちゃうというですねなかなか難しい会議になりますねまあ、いずれにせよこの会議の中心になったのはナポレオン戦争で前面に立ってですね勝利へと導いていった国々イギリス、ロシアまなんといってもロシアはねロシア遠征で勝利しましたからロシア、オーストリア、そしてプロイセン まあこれらの国々が主導権を握った会議だったよっていうことなんですね。でこれ前にも触れましたけどこのナポレオンがですねエルバトから逃げ出したので「こらいかん!」っていうんで急にまとまったよって話ありましたね。これがウィーン議定書です。えー、中心になったのがですねここポイントですよフランスの外相タレーラン。フランスの外相ですよタレーラン。これ革命の初期から活躍してですね 有名貴族ですねもともと足が悪かったので、えー、聖職者になりましたねえー、まあ第一身分ですけれどもねこれがなぜ出てくるのかなとちなみにこのタレーラン極めて優れた外交手腕ですねえー、正統主義というのを掲げたんですねこれがこのウィーン会議のですね主たる考えのこう土台に来る重要な考えになりました 何が正当かというと革命前の社会が正当であるってことなんですねこれは周りの国も文句やない。でこれや彼らがうまかったのは私たちは革命の被害者であるとですからこの革命前に戻してほしいんだっていうことなんですよね非常にこう責任転嫁ですけどもねフランスがやったんじゃないかっていう感じもしますけれども、まあ、ここをですねうまくすり抜けてなんと会議を主導していったのがね 当事者であるフランスっていうここら辺が非常に優れてますね外交者ねということでこのタレーランの政党主義押さえておいていただきたいなとちなみにフランスはどうなったのかっていうとですねでこのブルボン朝が復活します王政復帰ですねルイ18世これはルイ16世の弟になりますけどもねルイ18世が即位をしました。 えー、その他の国々のことをざーっとね確認していきますけどまずロシアなんといっても戦争勝利の立て役者ですからねグイグイきますね。一つはポーランドの領有これロシアがねかつては18世紀の頃エカチェリーナ2世。 フランあね、ヨーゼフ2世、ウリドリヒ2世とかとね、ポーランド分割なんてありましたけれども、このポーランドを狙ってですね、ここ、ナポレオンがワルシャワ公国っていうのを作ってましたけどもね、ここに新しくポーランド立憲王国っていうのを作って、ロシア皇帝がそれを兼ねるという形で、ポーランドを領有しました。いわゆる同君連合という形ですね。はい さららにはオスマン帝国からですねこれはもうすでに獲得していたところですけれどもロト戦争っていうのをやってですねロシア・トルコ戦争ベッサラビアというですね、えー、ところ、まあ、現在のモルダビア共和国ですけどもね、えー、黒海の北側です。このあと出てきますけれどもロシアの南下政策っていったところでもですねこの黒海っていうのはとても重要な場所だったのね。 まあそこの獲得ここはロシアのものだっていうことをヨーロッパ中に知らしめたまあオスマンまいはいないんですけどねはいあともう一個北欧の国ですけれどもフィンランドの領有ですねこのフィンランドという国も大国に挟まれてですねスウェーデンデンマークロシアっていう国に挟まれて本当にこう苦労する国ですけれどもねもともとこのフィンランドの一部分カレリア地方っていうのは ずっと遡ってですね18世紀の頭ピョートル大帝でしたねはい大北方戦争ですよね、えー、カール12世なんか出て今兵隊をでこの大北方戦争でフィンランラの一部分は奪っていましたできればここ全部欲しいなっていうところだったんですけれども実はこのスウェーデン北欧の強国ですね 第4回大仏大同盟が結成されるわけですけれどもこれが崩壊した後もイギリスとスウェーデンスウェーデンの王様グスタフ4世ですけどもねえあのグスタフ・アドルフの名前を冠してますがこれがですね最後の最後まで徹底的に戦ったとまあ実はイギリスとスウェーデンがこう手を組めばよかったんですけどこれなかなかうまくいかないんですでスウェーデンが孤立化していってしまうんですけれどもえ大陸封鎖も破る。 まあ、ちなみにポルトガルもね破りましたけれどもイギリスの支援を受けてスウェーデンも破るとでそういった中でですね、えー、ロシアはフランスナポレオン側と協、まあ、調体制を切り替えたわけです方針を。でその流れの中でこれチャンスとおフィンランドい残りをいただけちゃうなっていうことでですねスウェーデンと戦争をしてフィンランドを奪い取りました。 まあ、スウェーデンはこの後もですね、えー、徹底的にナポレオンに対抗するぞって頑張ったんだけれども、まあ、最後の最後で、まあ、クーデターですね、まあ、革命と言ってもいいんですけど軍,軍部のクーデターが起きて、えー、王様が敗位されちゃってですね新しい体制に切り替わります立憲君主制にね。ということで、まあ、ちょっとこう弱体化していってしまうんですねスウェーデンは、まあ。とにかくロシアはこの3つのポイントですね。えー、ポーランドで 北海の北側の側ベッサラビアさらにはフィンランドに領土を獲得していくっていうところ、まあ、ここがまあ重要なところですかねっていうところにな,になっていきますさあ続いてイギリスこのイギリスもですねこのウィーン体制ウィーン会議で最も大きな利を得た国ですけれどもまあ何つってもね最後の最後まで、えー、ナポレオンと争ったわけですからねで見てるところがもうワールドワイド 世界を見てるっていうのがもう明らかに違うんですけれどもオランダからスリランカセイロン島ですね、えー、インドがあってね南にありますよねセイ,セイロン島あとアフリカの南端のケープ植民地これをオランダから獲得しました逆にオランダにはですね1811年に占領していたジャワ島 これを返すよっていうことで、まあ、一応交換という形で獲得しました。まあ、とにかくイギリスにとってはインドが最大の最重要の植民地になっていきますからあそういった形ではアフリカ南端とインドの先のねケープあの,あの,ああのアフリカ南端のケープ植民地とセロン島を獲得できたっていうのは非常に大きかったですね。でさらには フランスからマルタ島ねこれはやっぱ地中海地中海をの戦果権を得る上で重要な軍事拠点になっていきます。まあ、これがイギリス。さらにプロイセンですけれどもプロイセンも戦争勝利の立役者ね。一つはあドイツの南の方のこうザクセンザクセンの北半分を領有。さらにはスウェーデンねスウェーデンまあ、弱体化しっているスウェーデンから西ポンメルンというですね。 これはユトランド半島の付け根デンマークの付け根非常に重要なところですねここを獲得していますさらにはライン川両岸のですねラインランド。この用語はこの後第1次世界大戦でも第二次世界大戦でも出てきますライン川の,あの川岸って意味なんですけども、ね、流域のところの領土をフランスから獲得しますこれがプロイセンですさあ次オーストリア ですけれどもオーストリアはですねもともと南ネーデルランドのちのベルギーですね、えー、これを思い出していただきたいんですけれどもオランダ独立戦争ありましたね80年戦争1568年からですからねもう随分昔の話になっちゃいましたけどもスペインの王様フェリペ2世ですよねこのフェリペ2世から独立するにあたって南北に分裂しましたねこの南側のところはハプツブルク家の領有になっていたわけです。 でそれを、ね、放棄してオランダと一緒にさせるっていうことになりましたこれはなぜかというとフランスの封じ込めオランダという強国そして、えー、ハプスブルク家イギリスで、えー、フランスとこれね、えー、でイギリスにとってみてもフランスとの間にオランダがある程度の力を持っていてくれるっていうことはあフランスに対する、まあ、干渉地帯ですねということもあってイギリスも後押しして。 まあこういうい流れになりました、まあ、これに対してイタリアオーストリアはですね北イタリアのロンバルディア地方へですねベネツィア共和国さらにはチロルトリエステこの名前とても重要未回収のイタリアと呼ばれる部分ですがハプスブルク家は北側の領土ではなくって地中海に向かってロシアと同じ南進をしていくわけですね。 これが後々どうなるかというとオーストリアとロシアの対立第一次世界大戦につながっていく1815年の話ですから100年後です、ねえー、約100年後につながっていく伏線になっていきますはい、えー、北イタリアからねえー、を獲得していきましたさあオランダですけれども先ほども出てきました南ネーデルラント獲得をしましたえー イギリスにですね、えー、重要な拠点も奪われましたけれどもまあオランダもですねいろいろと国内が不安定になって少し衰退気味のところではありましたけれどもまあアジアでの貿易っていうのは相変わらずあオランダが独占状態で大きな力を持っていました。さあスウェーデン先ほどロシアとの絡みで触れましたけれども。 1809年にですね先ほど言ったグスタフ4世がですね廃位されてしまうというですね軍事クーデターが起きてですね立憲君主制に切り替わりました王家も切り替わりました大きな力を持つんではなくてですね、えー、憲法のもとに軍部が中心になってっていう体制になったんですね1814年にはですねデンマークと争ってですね、えー、ノルウェーを獲得で同君連合を形成します まあ、しかしながらですねこのウィーン体制においては、まあ、あのナポレオンと戦った側なんですけれどもあまり大きな力を発揮できませんでした先ほど挙げたロシアイギリスプロイセン、えー、オーストリアとかでこういった国々にですねちょっとおさらい気味、まあ、だんだんこう衰退していく時期に入っていくということで、まあ、領土も失ったりをしています。 ちなみに、まあ、こういった流れでですね主要各国の動き見てきましたけれどもねい,いくつかばーっと言っちゃいましたがこれちょっと整理しておいてほしいんですけど一つね先ほどこうやってってたベルギーの話ですけれどもベルギーはこの後の1830年にウィン体制が大きく動揺する7月革命っていうところで、えー、同時期にその10月数か月後にですね、えー、ベルギーとして独立を果たすんですね。 で、なぜオランダから別れちゃったのかというと実はまず宗教が違いますよと。スペインが長らく支配したあー南ネデルラントはこれカトリックなんですよね。それに対してオランダはプロテスタントでしたよね。カルヴァン派ですよね。ということで、えー、この対立さらには言語も違ったりですね。ベルギーの北側は、 オランダ語をしゃべりますけど南側はですねワロン語というですねフランス系のフランス語の影響を受けた言語をしゃべったりあとはベルギーのが人口が多いのに議席数がオランダと均等配分でねベルギーのことを軽視してるなんて不満があったりして7月革命の影響を受けて独立ってことになっていきます。ですからオランダとベルギーがこう同連合だよってう で存在した期間はわずか15年ということですねあっという間に崩壊していくっていうのも一緒に押さえておいてくださいさあ残りですけれども何点か重要なところがありますがスイスですねススイス、えー、かつてですね衛星中立国になった条約覚えてますねはい1648年ウェストファリア条約ですよねその後5個の新たに5個の州が加わって えー、再び衛星、まあ、中立国として、えー、世界から認められるヨーロッパ世界からね認められるということになりましたあともう一つ重要なのがドイツ地方は相変わらず神聖、まあ、ローマ帝国が崩壊してしまったナポレオンに崩壊させられましたよね何同盟作られたんですかねライン同盟ですよねこのライン同盟によって崩壊してしまいましたと神聖ローマ皇帝も消滅してしまったわけですよね そのあとを受けてですねドイツ民族が結集して他の強国に対抗していかなければいけないということでドイツ系の君主たちが集まってですねウェストファリア条約の時にはその後これ帝国の死亡診断書と言われましたねその数バラバラになっちゃった国の数300とも言われましたね。 これがですねもっとぎゅっとまとまってきてこのままじゃいかんとこのドイツ連邦においては参加した国はですね3535 35の君主国あと4重視これ地図と名前ねこれ必ずハンブルクとかね抑えなきゃいけないところねフランクフルトとか、えー、出てきますんでねはい4重視ということであと名手は あくまででハプススル家系オーストリアだっったよっていうとこころですね。これがドイツ連邦で。ちなみにこの段階ではオーストリアと並び立つ産業革命とかそういった面では上を行くプロイセンが出てきてますね。ということでこのオーストリアが名手の新たなドイツの国家成立っていうのはもうちょっと時間がかかっていくるということなんですね。 ただドイツ連邦の成立ウィーン体制と同時期ということなんですね。これはししっかり押さえておきましょう。まあ、いずれにせよここで国をバーッと挙げましたけどこれがいわゆるウィーン体制と呼ばれるですねウィーン会議によって成立したナポレオン後の新しい国際秩序ということになります。さあちなみにこの国際秩序ですけれどもそのあといろんなそれを補完するような同盟が 組まれます一つはとにかくイギリスが圧倒的な地位を築いてい産業革命を達成してねまあ、このことをパックスブリタニカこれはパックスロマーナローマの平和ですねローマの平和と言ったらどんな時代でしたかねゴケンですよねアウグスティスゴケンこんなあたりでしたねあれに匹敵するまあ、それを上回るようなね世界帝国を実現したのが イギリスなんですね、まあ、それに対してですね、えー、このウィーン会議の主導権を握った国々ですけれどもロシアアレクサンドル一世ねちょっとお顔を乗っけておきますけどねちょっと中村指導に、ね、似てませんかって感じですけどもねこのアレクサンドル1世ですけれどもこれがですね神聖同盟というものを提唱しますでこれは同盟とは言ってますけれども義務的なものではなく。 キリスト的な友愛の精神ですね、えー。正義の精神。各国が兄弟のように助け合うんだという風ですね。まあウィン体制をプラスアルファするような、そういう,う広くほとんどの国が、みんなキリスト教ですからね、が参加した同盟。そのリーダーになったのが、あーまあ、リーダーの一つになったのがロシア。提唱したのがロシアということになります。 さらにはその中心になる国々の協調関係をしっかりしておかなければいけない再びフランス側なんてことが起きた時にすぐにね大仏大同盟のようにこう結集できるようにということで四国同盟4つの国のね同盟というものが結成されますオースストリリア、ロシア、プロロシプイイセン、イギリスちなみにここに後1818 18年にフランスが加わって五国同盟となるわけなんですね。 つまりナポレオン戦争で、まあ、戦争の嵐が吹き荒れましたよその後も戦争は一旦なしと国際協調外交っていう流れこれが新生同盟であり四国同盟後に五国同盟ということなんですね。これがウィン体制を維持する大きな枠組みになっていくわけです、まあ、ところがこのウィーン体制は非常に短時間で崩壊していってしまう。 じゃあなんで崩壊していってしまうんでしょうかっていうところに入っていくわけですはいそれではですねえー、なぜウィーン体制が崩壊したのかこれ端的に言うとナポレオンは自らを革命の申し子と言ってですねナポレオン法典をまとめ上げてそれをヨーロッパ中に広めたわけですよねそこで皆さん気づいたわけだこう自由平等我々に権利があるね これナポレオン帝国の崩壊と同じ理由ですけれども結局ナポレオン戦争に勝利した国々がやってることっていうのは他の民族に対するまあ搾取絞り取ることね圧政だったりするわけですですからナショナリズムが盛り上がってですね「なんでお前の支配を受けなきゃいけないんだ」とね「お前たちのために働くのは間違ってる」みたいなね「俺たちにも権利があるぞ」っていうことになっていく って話なんですねでまあ、そんな動きがいろんな地域で見て出てくるんですよとまずドイツではですね若者たち、ね、皆さんいつの時代も若者が改革の口火を切るんですよ。ねブルシシェンシャフト運動っていうんですけれどもねこれ学生運動です。ね えーまあ、ブルシェンあの少年たち若者っていう意味ですね、まあ、シャフトっていうのは軸です車の軸ですもんね、まあ、連あの要するに組織みたいなね、えー、っていうことなんですけど学生連合のことなんですけれどもねあのイエナ大学とかギーセン大学とかの学生たちが中心になってですねドイツで改革をっていうような運動、えー、権利を自由を平等をっていう運動が盛り上がりました。イタリアでもでもすね秘密結社 いわゆるそういう意識を自由や平等を実現するんだってそういう意識たちの人たちを持った人たちが集まってですねえ何とかしてですねまあクーデーターなんか起こしてって思ったんだけどまあこれ失敗したんですけどねこれカルボナーリというですねカルボナーラのカルボナーリですね炭焼きってことですけどね1820年から21年にかけてですねえ軍事クーデーターなんか起こそうとしたんですけどまあ失敗しちゃいますま。でもそんな運動が 起こりましたであともう一つですねギリシャでですね独立運動が起きますでこのギリシャがですね当時誰に支配されてたかというとオスマン帝国によって支配されてたんですねでこの異教徒による支配ここから作ってあげなければいけないしかもギリシャというのはヨーロッパの人たちにとっても大切なルーツですねこの世界史の授業でもね古代ギリシャ勉強しましたよね えー、大きな影響力を、まあ、古代ギリシャで作られたさまざまな文化的な、ね、遺産これがイスラームに入ってでそれが再びヨーロッパに行くなんて話ありましたよね。ということでこのギリシア人がですねギリシアが我々のルーツ古典である、うん、モデルであるですね、えー、ギリシアが異教徒に支配されてるこれ助けなきゃということでイギリスフランスロシアが支援をしてですねまあこれ何ですか1821年から29年。 かかってですね、まあ、独立を果たすわけなんですがこれ実はギリシャを独立させてあげるということよりもここに関連したフランスとか、まあ、ロシアなんか特にそうですけどねこれ南下政策ですね。でイギリスも地中海の政界権をめぐってオスマン帝国の弱体化というところがあって要するに自国の利益ですね利を求めてギリシアの独立っていう流れになってきました。 年っていうんでですすかねねウィン体制直後ですか、ね、あっという間に戦争が始まってるっていうことでもあるわけですけどねこれが後々につながっていく流れですさあロシアでも改革が改革というかですねあの軍人によるですねまあクーデターみたいなものが起きますデカブリストの乱デカブリストというのは12月と12月っていう名前がついてますけれどもね 皇帝ニコライ1世が即位をするとですね、えー、青年将校たちこれ青年将校ロシアの場合はみんな貴族の指弟です基本的にあのロシアにおいては長らくこの後もですね日露戦争の頃までですね1905年の頃までいわゆる身分制身分秩序がはっきり残ってて士官になる人たちはみんな貴族で、えー、いわゆる その下で働くのがまあ濃度だったりなんだってっていうね身分の低い人もうこう序列がはっきりしてるねこれ日露戦争の時にねあの秋山真之なんかはね日本から海戦を率いた秋山真之があ身分は低いわけですよね、えー、苦学をしてですね士官学校でっていうようなああいう道筋じゃないんですロシアにはねということでこの若い青年将校たちは貴族の指定でこの人たちがどこ 若い頃学生の頃どこ行くかっていうとイギリスとかかフランスとかに留学すするんですよねそうするとそこで自由平等ね新しい思想の刺激を受けて帰ってくる。でこのニコライ1世っていうのがまずくてですね、えー、先ほど出てきた新生同盟を組んだ時のこのアレクサンドル1世これがですね急死してしまうんですよね。で、えー、即位したんですけど実はこのニコライ1世というのはですね即位以前から。 強権的なですね、まあ、いわゆるですねあの、まあ、古い言い方ですけど絶対王政的な先制的な言動が目立ってですね意見周りの意見は聞かないと俺が中心だみたいなで反発するやつらはみんな押さえつけるよみたいなねこう秘密警察を使うような弾圧、まあ、こういう行動に不満があってですねこう爆発をするというところなんですね。はい、これがデカブリリストなだロシアでも起きてくるわけ ねまあ、こうやって各国で「さあウィーン対戦になったんだよ」って言ってももうフランス革命フランス革命の思想はですね忘れられらないんですよね自由平等権利は人々に広まっっちゃったさあその張本人のフランスでですね再び革命が起きますどんな革命でしたかというとこれがいわゆる7月革命ということになっていくんですけれども。 なぜそんなことが起きてしまったかというとウィーン体制でタレーランの提唱した政党主義これによってですね復活したブルボン朝即位したですねルイ18世ですけれどもこれがですね極めて反動的なフランス革命でこうグーグーググってういたものをより戻すような極めて反動的な政治を行いましたまあそれこそアンシャンレジーム旧,体旧制度のですね復活 でで選選挙挙は制限選挙ですなんとですね上院の議員は国王が任命した者の,のみ、まあ、いわゆる貴族たちね下院はわずか9万人の地主層これ2,400万人ぐらい人口いるんですよたったの9万人にしか投票権のないスーパーパ制限選挙ですね極めて保守的な議会とは名ばかりと。 いうようよなな政治をとったわけなんで,す、ね、でこの,シャあのルイ18世が死にさらにその弟のシャルル10世ちなみにこのシャルル10世はですね、えー、あのバレンヌ逃亡事件とかあの段階でも逃げちゃってますロンドンにねさっさと逃げちゃってた人物ですけれどもねこれが王様に呼び戻されてですねで懐かしい王権真珠説となっちゃうわけですよ。ももうなかなかかのもんですよね 時代錯誤も甚だらしいっていう感じですけれどもねで,でも当然世の中の流れはそうはならないわけですよね。1830年に総選挙が行われると議会の多数派を自由主義者が占める「ね、何言ってんだと」と、ね「我々にも権利があるんだ」という人たちが議会の多数を占めるとなんと議会を解散。でさらにはそういった意見を言う人たちの自由を奪っていく言論の弾圧思想の弾圧でさらには 選挙の資格をさらに制限していくなんていうことをしたわけなんですね。そうするとこの王様に反対するグループがですね武器を持って立ち上がった。まあ、ちなみに結構あっという間に終わってしまいますけどね3日間紫外線が展開してですね同じフランス人同士で殺し合うわけなんですよね。まあ、結局革命軍軍が王王様様の政府軍を破りですね王様は 再びイギリスロンドンドへ亡命をするとまあこれが7月革命ということになるわけですちなみにこの時活躍したのはなんとなんとなんとラファイエットまだ生きてたのって言わ70過ぎですよ73歳ですけれどもね、えー、馬に乗りですね陣頭指揮を取ったっていうんですからまあ、バケモンですね19歳でアメリカに渡ってですねアメリカ独立戦争でも活躍しフランス革命の初期にも活躍し まあ、フランス革命がねぐぐぐぐグ,グ,グ,グと左側に要するに貴族なんか否定聖職者も出てけっていう雰囲気になるとまあ表舞台から消えて再び帰ってきたわけです。すごいことでですすねねラファイエットもう伝説の英雄です、ね、はいということでこのラ、あのー、倒れたですねブルボン朝さあどうなりましたかというととはいえ王様なしはちょっと厳しいなと。 共和制っていうのはちょっと周りの国からも受け入れられない部分もあるし国内の混乱を収めるにはやっぱ王様がいた方がいいだろうとそこで白羽の矢が当たったのがルイ・フィリップですでこの人はオルレアン家王家を出す,す、ね、オルレアン家の当主ですけれどもフランス革命の時には司令官として活躍をした解明的な改革に柔軟に対応した王族。 とということなんですねですからまあこの人しかいないかなっていうことなんですよね。はい、でちなみにですねこの人がこのあと王様になり7月王政が始まっていきます。でこの7月王政あのルイ・フィリップは非常に解明的ですねまずフランスの産業革命いち早く産業革命を行起こさなければいけないっていうことでフランスの産業革命を実現しさらには国外に 植民地をを求めるるいわゆる帝国主義へ舵を切った人物でもあります具体的に言うとアフリカのアルジェリアに侵攻したりですね、えー、この後のメキシコへ出兵したりとかですね、えー、神と広報条約を結ぶとかエジプトへ進出するなど、まあ、こういった流れを動きを見せていく人物です、まあ、ちなみにこのアルジェリア出兵のところは実はシャルル10世がね えー、国内の不満を襲うためにあのー、とりあえず出兵はしましたけどもね本格的に進出したのはルイフィリップということになっていきますはいあと先ほど触れたところですけどこの4月革命の流れでベルギーがね独立しましたよっていう話が出てきます、えー、ポーランドロシアに支配されちゃってるポーランドさらにはドイツドイツイタリアこういったところでもいわゆる 自由主義的な革命が起きますけれども <coughs> 失礼しました、えー、いずれも鎮圧されて終わってしまいますこれは次の48年のですね、えー、2月革命につながる話でございますまあいずれにせよウィーン体制は大きく揺らいでこのあと中心になっていくのは中央ヨーロッパ中央ヨーロッパというのは具体的にドイツオーストリアスイスリヒテンシュ スロベニアポーランドチェコスロバキア、ハンガリーこれを指す言い方ですここではウィーン体制を強化する動きいわゆる革命以前の体制ですね王様中心のっていうのが強まりますこれに対してフランスイギリスなどはウィーン体制の流れ要するに革命前に戻そうっていう政党主義は強まらないですねもう先へ進んでいくということで、えー、時代が大きく動き始めますということでございます これがウィン体制の成立とと同様いいう話でございました。ちょっとボリューミーでしたのでね皆さんしっかり整理をして図にしたりしながら地図を見ながらあー確認してもらうといいと思います。それではまた次回頑張ってください。